どうもみなさんこんにちは。ゆっくりレミリアと、ゆっくりサクヤと、ゆっくりフランだよ。今回はゴーストリコンブレイクポイントにターミネーターコラボが来たからそれやっていくわ。結構すごいコラボですよね。楽しみです。とりあえずまずはマリアさんと話そうか。それでムービーは前と同じでコメ欄にスキップ用のコメントしておくわ。ムービーは実況した方がいいのか微妙だよね。マリア、どうかしたのか。報告があるの。味方の守護者が捕まったわ。味方の守護者？ホームステーターをドローンから救ったワイルドな女性がいるの。ドローンをやったのか？一人で？名前もわからない謎の女性よ。でも命の恩人、独房で朽ち果てさせるわけにはいかない。俺に任せろ。女性を助けるミッションみたいですね。拠点を調査するのね。じゃあそこまでカットしようか。無事到着しましたね。結構広めなところだね。まずはあそこにいるスナイパー倒してっと。お姉様のエイムで倒せるかな。さすがに止まってる敵には当てれるわよ。今カットしましたがドローン回しましたね。そうね、これで敵の位置分かったから潜入開始よ。お、すぐそこに調査目標あるね。そういえばふと思ったのですが、このゲームの解説とかいいんですか？確かにマイクラから入ってくれてる人の方が多いしね。そんなのいいのよ。いきなりどうしました？だってもともとは両立ぐらいの感じで出番あったのに、最近あの二人の饅頭が調子乗りすぎなのよ。なんかいろいろと悪意感じるんですが。というかそもそもうつ主ね、あんなやつなんか、して、にしてやる。よし、それじゃあゲームの説明ちょっとしようか。明らかになんか買収されてる気がしますが。まあいいですか。このゲームはゴーストリコンブレイクポイント、潜入メインなゲームね。結構敵の動きとかもしっかりしてて、むやみに敵倒したら死体発見されて警戒されちゃったりするね。あとマルチ推奨なゲームみたいだけど。悪いわね。私はソロよ。またの名をぼっち。まあ初見の方に説明必要なのはそれぐらいですかね。それで今伏せて隠れたはいいんだけど、目の前に敵来てるのよね。これ、やり過ごせますかね。お、でも適当にドローンいじってたらどっか行ってくれたわ。こういう草のところに匍匐してると結構バレないもんね。でもあの位置か。倒したら絶対バレちゃうな。まあですね、仕方ないですが反対行きますか。こっち側も敵多いけど、私の方見てるのいなさそうよね。これなら絶対行けるわ。お、本当に誰も見てなかったね。どう？これが今までの経験から出るプレイよ。やっぱ私ぐらいのクロートになるとね、こんなの楽勝ってことよ。よしよし、もうすぐで目標だし、近くのあの敵を一番音小さいハンドガンで倒してっと。さすがクロート、ハンドガンにサプレッサーをつけ忘れてる。ちょっと待って、久しぶりすぎてアタッチメント見てなかった。これで敵に完全に警戒されちゃいましたね。でも情報はゲットしたし、ここからとりあえず出たい。今ので敵いっぱい寄ってくるけど、クロートさんなら楽勝だよね。完全に包囲されてますね。でも大丈夫、真の潜入のプロはこういう時も対処できるわ。真の潜入のプロはサプつけ忘れないと思うんだけど。それで、今のグレネードは何用ですか？多分今ので敵は爆発した方に向かうと思うのよね。お、確かに敵がそっちの方に行ってるね。まあこれが、クロートの実力ってやつよ。アクシデント自分で起こしてそれ言われてもな。今のうちにここから離れるとするわ。それでゲットした情報によると女性が移動されたみたいだからそれを追うわ。ってことでトラックの前に先回りしてきたわ。ミッションは尋問、全員倒したらダメですよ。わかってるわ。とりあえず前のトラック止めてっと。お、後ろの護衛車両の人も降りてきたね。確か足に何発か撃ち込めばダウンしたわずよ。ってちょっと待って、後ろから車の音した気がする。本当に来てましたね。バレてはしまいましたが撃たれなくてよかったです。じゃああとはこの人を尋問すれば OK ね。キー間違えて殺しちゃわないようにね。それやったらもう一回やり直しですからね。久々のプレイだから今慎重にキーガイド見てるわ。キャンプから女を移送しただろ。どこに送った？精神鑑定のため緊急対策センターに送った。意味不明なことばかり喋ってたからな。さっさと消えてほしかったんだ。頼む、全部話した。つまりいい精神科紹介しようかってことね。まあそういうことですね。しかもそれのリアルバージョンにしてもまた移動させられたんだね。まあ仕方ないし、そこ行こうか。到着しましたね。しかもすぐそこに裏口みたいな感じのドアあるし、そこから入っちゃおっと。まずはさっきまでと同じで情報収集だね。入ってすぐに動く情報マークあるけど、敵かな。一応警戒していきましょうか。と思ったら普通に民間人だったわ。じゃあ早速情報もらいましょうか。どうも。詳しい情報を教えてくれないか。
全部話すよ。感謝する。よしよし、これで女性の位置がわかったね。どうやらこの目の前の建物内みたいなのよね。お、しっかりサプレッサーつけてきたんだね。まあさすがに忘れないわよ。ここの2階ですね。まだ敵いそうな感じはしますが。なんか壁ドンの練習してるわね。どうやら中にいる女性と話してたみたいですね。そんな壁ドンじゃ乙女心はつかめないね。おそらくそういう壁ドンではないと思うんですが。さて、目標の部屋に入っていこうか。あなたは会いたかったわ。ノマドね。なぜ名前を。お前は誰だ。ラザールドウィンよ。あなたを探してた。奇遇だな。俺もお前を探してた。どうやってドローンを倒した。聞いて、私は未来から来たの。マシンを止めるために。未来。ああ。スケールの社員か。だからドローンを倒せた。ドローン倒したいのはターミネーターよ。島にいる T-800 が私を追ってる。 T-800? 新モデルか。おい、ドローンなら壊せるだろ。分かってないわね。思考し、コードを書き換え、追跡し、周囲に溶け込む。予測することは不可能よ。そしてターゲットを殺すまで止まらない。それがターミネーター勝てない。ここを脱出しないと。始まりました、ターミネーターです。あれムービー見た限り倒せそうにないわよね。でもミッションはあれから逃げることみたいだね。そしてこのタイミングで核作ってよね。メモリカはないとこれ厳しいですかね。は、反対側にいるけど、これどこから逃げればいいんだろ。このままだと追い詰められちゃいますね。撃ったらなんか時間稼げたりしないかな。撃ったら余計核ついたわ。じゃあとりあえずそこから行くしかないね。昨夜このタイミングで時間止めないで。私のせいじゃないですよ。これ、いけるのかな。今までの感じ、初めてロードした時だけ核つくっぽいから多分平気よ。ってことで無事リスポーン。それと同時にもうダッシュでこの建物から出るわ。ターミネーターは他の敵と交戦してたね。現状ターミネーター、私たち、それといつもの敵の3勢力いる状態ですね。そうね、結構乱戦状態だけど、全部の敵が私狙ってるわけじゃないのはありがたいわ。確かにそうだね。これなら逃げるのも結構楽かも。とりあえず一旦回復挟んでっと。ターミネーターはマップ見る限り追ってきてますね。ちょっと待って、なんかよくわからないバグ起きたんだけど。お姉様自身が銃になってたね。というかあの女性、ラザさんがちょっと離れたとこにいるね。近づかないとついてきてくれないでしょうし。近づきますか。おっと、普通の敵から撃たれてるわね。でもターミネーターなんかずっとさっきの建物うろうろしてるね。って待って、グレネード、ラザさんごとやりに来たんだけど。あ、ですがこの建物さっきいたのと同じ構造ですね。じゃあラッキーね。ここの出口からさよならバイバイよ。目的地は 500m 先。これなら徒歩で良さそうですね。スケールテックは殺人ドローンだけでなく、人の皮をまとった不死身のロボまで作ってんのか。スケールテックのものじゃない。あれは人と機械が融合した潜入ユニット。今から40年後、AI のスカイネットが生み出した。まさか未来から来たのか。起こりうる未来からね。そこは対ターミネーター用の武器がある。それはここ、アウロアで作られたものよ。そんな話信じるわけないだろう。その目でターミネーターの能力を見たでしょ。信じなくてもいいけど、あれを止めないと。あなたに武器を託すから、あとは任せてもいい。まあ、なんとかしてみよう。かなり無茶なお願いされたような。ノマドも返答にちょっと困ってたね。なんか目的地も敵に囲まれてるんだけど。ラザさんがいなくなったのを聞いて、この研究施設に来たんですかね。でもあれだけ固まってたらさ、
ちょっと早いバレンタインプレゼントよ。話敵倒しましたし、入りましょうか。この 3D プリンターがある確信はなかった。彼らにもね。彼ら反乱軍、彼らが私をこの時代に送って、素材がなくても武器は作れなかったから。ついてたわ。それがまだベースモデルよ。アップグレードしなきゃ。やり方を教えるから、パーツを探してきてほしい。アップグレードは済んだら何を。やつらを倒して。島に複数いる。それでメインフレームを破壊できる。武器は託したわ。協力してやる。任せろ。お前はとりあえず安全な場所にいろ。未来の話もするな。サイボーグのアイデアをセンティネルが得たら最悪だし。任務を投げ出すわけにはいかない。任務は武器を託すことだろ。もう受け取った。エレフォンという場所がある。そこへ行け。何も分かってないわね。完成まで見届けるのが任務なの。私の安全、命、そんなものどうでもいい。完成にはお前の助けが必要だ。死んだら任務失敗だろ。ここを爆破しエレホンへ行け。ノマドで通じる。ここを爆破しってノマド言ってたけどさ、今さっき私が爆破したばっかなのよね。爆破の威力が足りなかったんだよ。もっと吹っ飛ばそう。すごい恐ろしい会話してますね。なんかターミネーター用の武器ゲットしたわね。そして次のストーリーは2月1日、それまで待機ですね。そうみたいね。じゃあキリーし、今回はここで終わろうか。次回のミッションがどうなるか楽しみだね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。321。